ありがとうございます。私はこの稚内というところへ初めて伺ったんですけれども、知っている方はいないし親類の者もいないんですが、それでも出てくる途端にこうやって拍手で迎えていただけるなんて、こんなありがたいことはないですな。我々芸人にとって拍手ぐらい嬉しいものはないんです。お金を何万円もらうのも嬉しいですけれども、それと同じぐらいに嬉しいですな。できることだったら両方一緒にいただきたいぐらいなもんですが、なかなかそうはいきませんで、贅沢を言っちゃいけませんが、しかしまあこの拍手だけではございませんでね、ちょいと世辞のいい方になるってえと出てくる途端に声をかけてくださる、よくあるんですよね。大統領なんてね、そんなに偉くはないんですけれどもね、面白いことを言いますな、褒め言葉なんてのはね。声をかけると言いますと、よくあのお芝居の方なんか盛んですな、昔からね、歌舞伎ですとか新発新国劇、こういうところはまあかわしい気の役者が出てくるってえと、声をかける、大向こうなんて言いましてね、おたやはらやはしむらやなんて、歌舞伎の方はこの屋号というもんですな、あれあんまりはっきり言いませんですね、おとわやなんてなこと言わない、おの字はほとんど飲んじゃうんですな、たやしか言わないでしょ、えや、はりまやもそうです、はの字は言わない、でもいいよ、ね、だからなんかよくわかんない時がある。だから役者なんてのは扮装して出てきますからね、間違えて褒めてた時もなんかごまかしやすいですよ、なんてんでね、一番しまいの矢だけ言ったりなんかする、面白いもんですな。まあどっちにしろこの芝居の間に褒めるんですから短い方がいいね。ここだなっていうところになってポーンと褒めるってと、舞台とお客席とか一体になって芝居がガーッと盛り上がってる。じゃあ褒め言葉掛け声は何でも短きゃいいかというとそうでもないんです。長く伸ばした方がいいというのもある。何かというと花火の褒め言葉ね、これは長く伸ばした方がいいんですよ、パーンと上がるってとたーめーなんてんで引っ張るでしょ、あれ本当はね、花火がパーンと上上がってパーッと開いてでスーッと落っこってきて消えるまで一息でもって褒め続けなきゃいけないんだそうです。ですから随分息がいりますよ、ファンタマヨー自由なんていうんで、それは息引き取っちゃったりなんかしますけれどもね、あれは大変ですな。やっぱりこれうまくできているんですよ、これ花火褒めるのにね、やっぱりこの芝居の方の調子じゃこれやっぱり具合が悪いですな、スポンと上がるってたのに止めよなんてんじゃね、花火が上で考え込んじゃいますよね、芝居の方だってそうですよ、花火の調子で長く引っ張ったら役者は芝居がしにくいですよ、ターンカランってんで見えを切るとたに音はやーなんてやるって役者は見え切ったらもうひっくり返っちゃいますよね。まあそんなにうまくできているもんで、花火と申しますって江戸の年中行事に両国の川開きというものがありまして、旧暦の5月の28日だったそうでね、それまで川でもって遊ぶということが禁じられておりまして、その日を境に川が開放される、江戸の夏の始まりでございます。その当日両国でもって派手にパパパパーンってんで花火を上げたんですから、もう江戸っ子は待ちに待っております。でこの花火を受け持ったのは有名な玉屋に鍵屋という2軒の花火屋さん。でどういうわけですか、2軒でもってポン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 花火を上げているんですけれども、鍵屋という声はなかなかかからない、大概は玉屋さんの声ばかり。で本当は鍵屋さんと玉屋さんと看板比べるってえと、ほら鍵屋の方がずっと看板は上なんです。というのが玉屋というのは鍵屋にいたお職人が自分でもって別に店を起こしたね。で後になって時間を出してお取り潰しになっちゃった。で鍵屋さん一軒でやってた。それともどういうわけですか、鍵屋さんのあげる花火を人が玉屋と褒めたというんですからね、どういうんでしょうか、この人気があったというのか、褒めよかったというんでしょうか、不思議なもんですな。橋の上玉屋玉屋の声ばかり、なぜに鍵屋と言わぬ情なしなんてことが言ってありますが、もう当日は明るいうちから両国界隈いっぱい
ぱいの人でございまして、日の暮れが足んなるってえと一番右という両国橋の橋の上、人でもってもう本当に盛り上がっちゃってたそうですね。とてもじゃないけれども渡るなんてことはできない。そこへこの本庄の方からやってまいりましたお旗本、馬にまたがっておりまして、友侍を3人連れて中間に槍を持たせて網を蹴ってパッ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 って、これからこの橋を渡ろうってんで乱暴なことをしたんですな、昔は侍が。何しろね、天下の往来の七坊侍が歩いたと言いますよ、ね。残りの三坊の交渉がある。だから我々話家の歩くところはなかった。みんなドブの中を泳いだりなんかして大変ですよ。人笑いをする侍が一人先に立ちまして、よれーよれーこれから悪いよんかゆえだかおい、痛いな。押すね、押すね、言ったってしょうがねえんだ。俺も押されてきたんだよ。押されてきたってどうしたんだよ。ジャンコが入ってきたんだよ。馬で乗り込んできた奴がいるんだ。何を？リャンコが馬で乗り込んで、侍がか、どけいこにしよう、侍か。それじゃしょうがねえよって、だらしがないって言ったらありゃしない。無理に馬で通れるだけの道幅をこしらえて、これから橋を渡り始めた。でちょうど反対の広小路の方の橋のたもとに立ったのが一人のお職人、田谷さんと申しまして、もちろんもう今じゃ見られませんでね、昔のたらいですとか手おけやなんかのたががはじけたり緩んだりしたのを直して歩く、たが専門のお職人で田谷さん。今は商売が終わったんでしょうな。どっから持って軽く一杯引っ掛けたのか、目の口がフォーッと赤い道具箱を肩にしてこの橋のたもとに立った。あったったった、これはいけねえ。ああそうだ、忘れてたよ。今朝出かけにそう思ってたんだ。今夜花火だから帰りは脇に回らなくちゃいけねえなと思ってたんだが、毎日の癖でここまで来ちゃったで。おい、いや一平の人だね。とてもじゃねえが渡れねえだろうな。からな、だからこれから脇に回るってのも悔しいよな。ここ渡るってと俺のところはすぐなんだよ。ちょっと無理かもしれねえけれど渡らせてもらおうかな。そうしよう、その方が早いからな。あう、ちょっとすまねえ、ごめんよ、渡らせてくれ、ごめん。おー、痛えな、こんにちは。おい、こんなもの担いで兵士しちゃダメだよ。どっかへ預けて見に来なよ。いや俺見に来たんじゃねえんだよ。こうやってうち行けるんだから、ごめんよ、渡らせてくれ。痛えってんだ、こっちしよう、向こうへ行け、なんてんで今度向こうの人の頭に道具箱がガサガンと、でこんにちは、あっち行け、なんて人に押されたり揉まれたりしながら、だん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 この高屋さんが橋の中ほどへ、よれよれという声を張り上げながら、侍の一行が橋の中ほどへ、ちょうどこの真ん中のところでもって、高屋と侍の一行とがポーンってんでぶつかっちゃった。間の悪い時ってのはしょうがないですな。田谷さんはね、人にねグイ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 押されて、だん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 中ほどへ来たんで、前に人がいるからゆっくり進んできたんで、ところが向こうから来た侍が邪魔になっている人をさっとよれってんでどけちゃったもんですから、勢い余って侍の目の前へ飛び出してった。昔はうっかり侍の目の前なんぞに飛び出しゃ大変ですな。なんだ貴様無礼者、ドーンってんで疲れたもんですから、そこにふーっと尻餅をついたんです。尻餅をつくとたんに持っていた道具箱をそこにパーンと落っことすってと、道具箱の端にかかってありました、たが。ご承知の通り、あいつは竹でできてますよ、ね。細くこう割った一本の長いやつを持ちいいように無理にぐーっと小さな輪にして、端をくっとからげてやる。これが落ちるとたんにパッと外れたてやつですな。竹の子ですから、キュッ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 伸びていくってと、馬上のお殿様の傘を下からパチンと跳ねた。物のはずみたいな恐ろしいもんです。パチーンとやられたもんですから、傘がピューッと上へ飛んでっちゃった。あとは傘の台の土瓶式みたいなやつだけを乗っけてこうやってる。これあんまり格好が良くないですな。だからみんなの持ってうわーっと笑ったんです。殿様は見る見るうちに真っ赤になってきた。こういうことは人払いをしております、侍の責任ですから。その侍が慌てたんだ。おお、これ無礼者、治る、あ、どう足め、勘弁しとくね、どうも足め、いや勘弁なん、うん、なんていう貴様無礼のことをした。おさ、誰、屋敷に参り、屋敷、いや、ご勘弁くれへん、屋敷行きゃこの首がついちゃおらへんよ、ね、お願いします、勘弁しとくね、この通りでございますから。いや勘弁はいなら、うん、さあ、立て、屋敷に参り、お願いでございます、お願いでございます、この通りでございます。いえ、あのね、あっしはね、こんなところへってこなきゃよかったんでございますがね、でも何しろ、うちには年を取った親とおふくろはね、足の帰りを待ってくるんですよ。足開けって飯の支度をしてやらねえってと、いつまでも腹すかして待ってるもんですから、無理と承知でここへ入ってきたんだ。で、こういうことになっちゃったんで、どうも愛しません、決して悪気があってやったわけじゃねえんで、どうかご勘弁願います、この通りでございますから。いや勘弁はな。おい、かわいそうだね、おい、どう思うよな、うちには年を取った親とおふくろが待ってるってんだよな、悪気があってやったんじゃねえんだからさ、勘弁してやるべきじゃねえか、おめえどう思うよ。とるめだよ、こんなところでおめえ生まれ乗り込んでくる方がよくねえんだよ、言ったんだよ。たがや悪くないよ、たがや、侍が悪いぞ、侍が、なんで侍だ侍だってでけえ取らしやって、バカー
おい、ちょっと待てよせよ、おい。侍の悪口を言うのはいいけれども、悪口を言っちゃ俺の背中に隠れんじゃないよ。さっきからあの侍、俺のことじっと睨んでるじゃねえか。いいよ、構わねえ、構わねえよ、なんてんで、周りは大変な騒ぎですな。おう、そうなってくるってえと、もう脅かしている侍の方はますます焦ってまいりますから、さあ、取れ、屋敷に参り、お願いします。この通りでますから、どうか一つ助けておくんだい。ねえ、お願いしますよ。あっしがいなくなるってえと、親父とおふくろは路頭に迷わなくちゃなんねんで、どうかこの通りでますから一つ勘弁しておくんない。くどいやつだな。勘弁ならんと申したら勘弁はならん。おさえますか。じゃあ、あっしはこれだけお願いしてもどうしても勘弁していただけねえんですか。くどいやつであるの。うん、勘弁ならんと申したら勘弁はならん。あ、そうですか。え、わかりました。ああ、あれたると、もうなんか言わねえ方がいいよ。どうしても勘弁してくれんってからしょうがねえ。俺は嫌いちまうからな。俺一人が嫌いや、それでことは済むんだ。おめえたちなんか言って関わり合いになっちゃつまらねえから、いいか、なんか言うんじゃねえぞな。じゃあ、どうあっても勘弁していただけねえ。え、わかりました。ええ、じゃあ、あっしは一体どうしたらいいんでござんす。立て、屋敷に参れ。屋敷へ。えー、あしゃ屋敷何しに行くんだい。えー、おめえたちに屋敷に来いと言われて最でござんすかってのこのこ後をついてくような、そんな弱いしや俺にはこれっぱかりもねえんだい。なんで切るんだったらここで切ったらいいじゃねえか。てめえたち人見てる目で何かできねえのか。いや、言ってんで、下から出てつけやがって、えー、できるからすんねえ、しょめ。ああ、おめえはな、どうしてそう物が分かるんだ。え、年を取った親とおふくろが俺の経理を待ってるんだったら、なぜ親に免じて勘弁ができねえ。えって言うんで、そんなことって脳高尚の頭だったら侍だが、何を言うんで、てめえなんて侍じゃねえ、弔いだ本当に。え、おめえたち怖がって江戸の町歩けねえんだい。切るんだったら切ったらいいじゃねえか。切った赤い血が出なかった赤いの取り替えてやる、スイカ野郎ってのはこしたらこった。何したのかでしょう、キラーなんて言うんで、もうやけでございますからね。カーッと早い話が居直っちゃった。え、鶏も追い詰められて五尺飛びなんて言いますよ。ええ、あの飛べないね、ろくに飛べない鶏でも犬や猫に追いかけられて、カッ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 って逃げて歩いてたね、もう逃げ場がないなとなるってえと、無我夢中で羽ばたいて五尺は飛び上がるそうですよ。ネズミはやっぱりそうでしょ。ねえ、猫に追いかけられて、チャ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 ーッとこう方々逃げて歩いてて、もう逃げられないなとなるってえと、今度はくるっと向き直って歯をむき出して猫に向かっていく死に物狂いというやつ。これで普段飼っている猫がネズミにおっとやられちゃうことがある。ね、それと同じですよ。よくありますよ、人間でもそう。ね、なんだこのカカアはなんてんで普段からね、侮ってバカヤグズグズ吸ってと叩き出すななんてなこと言ってると、いつもかみさんがごめんなさいなんて謝ってるから安心して、なんだかにしゃーっと脅かしてるって言うと、ある日のことね、どっか虫の居所が悪かったんでしょうね、かみさんの方がなんだいってなこと言われると、おーっとこうなる。だから、あの、なんかこう喧嘩なんてのはそんなもんですな。相手の気を飲んじゃうというやつです。普段こいつは弱いやつだと思って安心してると、急に状況が変わるとそういうことになるね。たかが職人と侮って脅かしていた。その職人がくるっとひっくり返ってきたもんですから、脅かしていて侍がびっくりしてポーッと上がっちゃったの。どうしていいか分かんないね。馬上のお殿様我慢がしきれません。カモン切り捨て、はっとらんしゃーっと元へ戻った。はっと刀を抜くとさんに周りでもって、おら抜いたぞ、喧嘩なし人殺しだ、うわーという歓声が上がったもんですから、やっこさん刀抜いたのはいいけれど、またポーッと上がっちゃったの。よく上がるやつがいるもんですが、上がりながらにも考えた、ね、早いとここいつを切っちゃわないって言うと、ことがややこしくなってくるから早いとこやっちゃおうってんで、パーってんで切りつけてきたんですが、焦った仕事でうまくいくわけはありませんですな。片っぽはもうね、命を捨ててかかってます。喧嘩なりしておりますお職人ですから、来たなと思ってたらパーッとこう体をかすってと、目の前は刀がピュッとよぎったんで、急いで侍の手を捕まえて口元に持ってきてガバッと食いついたんですが、このまた田谷の歯が丈夫ときてる。虫歯なんぞ一本もない、歯槽膿漏にも何にもなってない丈夫な歯、かんだまってギャッと悔し紛れに噛みついたんですから、たまんない。おこら、離さんか、離さんか、何言ってんだかよく分かんない。あんまり痛いんで思わず知らず持っていた刀をその場にポロリと落っことした。侍の手を持って前へガーッとしくってると、侍がトン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 とたたら踏んでったその背中を目開けて、落っこっている刀を拾うってえと、後ろからカラシャーって切りつけるってえと、これが一刀のもとです。別に腕が立つわけでも何でもないんですけれどもね、のべつはあの掛けを持って桶のケツやなんかこう叩いてますから、
要領がいい。それでもってやったもんですから、しぶきを上げてドッと倒れた。おお、やったよ、おい、たがや強いね。ああ、あれうちの親類で、うさつけなんて。己同役の敵という恋をたがやが背中に聞いたんで、振り返ってみるってえと、もう一人の侍が抜き打ちに切りつけてきている。さすがのたがやももう体がかわせません。ああ、俺ももうこれまでだなと思ったんで、刀を持ったまんまたがやがその場にうわーってんでしゃがみ込んじゃった。と切りつけてきた侍は的がなくなったもんですから、たがやの上にこう覆いかぶさるようになるってえと、たがやの持っていた刀の切っ先がその侍の心臓の真ん中ブズ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 って入っちゃった。これで二人片付いちゃった。一人残った友侍考え込んじゃって、強いねあいつ、やだな俺、その嫌いなんだよ乱暴なことすんの。刀振り回すっての俺嫌いでね、早く侍やめてね、話し会にでもなっちゃうと思ってたんだよ。もう手遅れだな、逃げよったって周りにこんなに大勢人はいるしな、殿様から給料もらってるし、しょうがねえ、まあやるだけやってみようかしだって、これじゃ勝てるわけがないですな。なんとかしてこのやっつけなくちゃいけないと思うから、一つ自分も怖いから声を上げて一つ脅かしてやろうってんでね、あららららららこういううるさいやつに強い試しはないんですよ、人間でも犬でも何でも、そう犬でもね、飼っていらっしゃる方がいたらお詫びを申し上げておきますけれども、あの賑やかな犬がいますよ、あの座敷犬でスピッツなんというような、もうむやみやたらに吠える、あれあんまり強くない。本当に強い犬になるってやつあんまり吠えない。で他の犬がカン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 来ると黙っててうるさいなと思ってガラッとやる。それと同じです。このラララってやってるやつあんま強くないね、ララ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 ラってうるさくてしょうがない。でもラララララ言いながら考えた。さっきまでは二人ともこう切りつけてってやられたんだから、今度はついてやろうってんで刀をちょいと引いといてパーッと突き出した。ところまたパッと引っ張りされた。勢い余ってタン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 とずんのめってやって、橋の欄干に刀がぐさっと刺さっちゃったと。大概の侍ならこっちを離して小刀を抜いてこれで立ち合うんですけれども、その侍が生まれて初めてその時チャンバラやったもんですからね、こっちの刀でやんなきゃいけないもんだと思うから、これを抜こうってんですが、勢いで刺さっちゃったんだから深く入っちゃってなかなか抜けない。よいしょよいしょなんて一生懸命抜いているから、ゆっくり互いが近づいてってこれってんでこれもやられちゃった。さあ馬上のお殿様、今から左と降りるってえと羽織を脱ぎましてね、袴の桃たちを高く取り上げて中間に持たせてありまして、槍を受け取って鞘を払って隆々としごいておりましたが、ゲロー前でピタッとつけた。これは今までのお侍とはわけが違います。槍一筋馬一匹のお殿様ですからね、こういうことは旗で見ていてもわかる。おい今度はお前互い危ねえぞ、もう侍になんか見つけろ、もう下駄が飛んでくる、草履が飛んでくる、石ころが飛んでくる、いろんなものが飛んでくる、それをこうやって避けながらやってんですから大変ですよね。そのうちに互いが見よう見まねで構えた西岸をスーッと脇にずらしたんで、ほらしやできた点で殿様がタッとついてきたんですが、これはわざとこしらえた隙ですから来るのが分かったら、ほら来やがって予定通りだったんです。パーン先端巻きのとこから先を切り落としちゃったの。槍の先っちょがなくなっちゃったんですから、どうにもしょうがないですよ。槍繰りがつかねえってのはこれから始まったの。持っててもしょうがないから放り出しちゃったの。槍っぱなしの元祖ってんなことはない。急いで大刀の使いに手をかけて抜くより早く先に高屋が飛び込んだ。えいっ横に払って一文字、殿様の首が中天高くスポーンと上がる。見ていた見物人声を揃えて、たまよー